ブークリエ級駆逐艦はフランス海軍が第一次世界大戦中に収益させた駆逐艦の艦級である。本級はフランス海軍が自国の通商保護のために建造したクラスで1909年度計画で12隻が建造された。本級は艦首の還元のみ高い単線手老型船体であった。切り立った艦首から 監視官班上に1番10センチメートル速射砲を単装砲画で1機を配置、その背後に即虚離を乗せた箱型の環境を基部として、簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に4本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットが片毛に1機ずつ計2機で運用された。 甲板一段分下がった原則にスポンソンが設けられ、そこに 6.5cm 速射砲を片毛に一機ずつ配置した。中央部甲板上に 45cm 連装魚雷発射管が直列に2機が配置され、その後方に 6.5cm 速射砲を片毛に一機ずつ配置した。後部甲板上に上部構造物が設けられ、そこに 後部マストと2番 10cm 手法が後ろ向きに1機、配置された。収益後の1916年から1918年に、かけて、7.5cm 速射砲1機と 8mm、単装機銃2丁が、追加装備された。ノルマンド、レアーブル1909-29-6、1911-1911 19ストリクンに、 1933ノルマンシャルアーブル造船所にて1909年、帰港。1911年6月29日浸水、同年収益。1933年2月に除籍後、解体処分。ダイルイバコーリン社ボルドー造船所にて1909年、帰港。1911年5月2日、浸水、同年収益。 1917年5月に、ブリンディジ沖機にて、ドイツ帝国海軍の有望と u c 2 5の来撃により喪失。FC デラ・メディテラネシャラ・セーヌ造船所にて1909年、寄港。1910年8月25日浸水。1911年、収益。1926年3月に除籍後。1927年、解体処分。 ジロンド社ボルドー造船所にて1909年寄港、1911年4月に、浸水、1912年収益。1926年7月に除籍後、解体処分。ジロンド社ボルドー造船所にて1909年寄港、1911年4月13日に、浸水、1912年収益。1915年2月24日に、 アンティバリオキで嫌いに接触して喪失。デラ、ブロッセイフシェシャナント造船所にて1909年、帰港、1911年2月2日に、浸水、1912年収益。1918年4月18日にオトラントズ駅キで、ビッスン級、マンジーニに追突されて喪失。デラ、ブロッセイフシェシャナント造船所にて1909年、 気候、1910年10月21日に、浸水、1912年収益。1916年6月23日に、ブリンディジ沖にて、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の有望と t u 1 5の来撃により喪失。ロワール社産ナゼール造船所にて1910年、気候、1912年4月20日に、浸水。 1912年収益。1926年7月に除籍後、解体処分。ダイルイバ降臨者ボルドーゾー選手にて1910年、寄港。1912年9月14日、浸水。1913年収益。1926年7月に除籍後、解体処分。ジロンド社ボルドーゾー選手にて1910年寄港。 1912年10月2日に、浸水。1913年収益。1933年6月に除籍後、解体処分。ペノエ社産ナゼール造船所にて1910年帰港。1912年4月18日に、浸水。1913年収益。1933年に除籍後、解体処分。 ノルマンシャルアーブル造船所にて1910年起港、1912年10月1日浸水、1913年収益、1926年2月に除籍後解体処分。ありがとうございます。